所属は実験演劇集団風色偉人街、三木道夫です。見どころはですね、今までは三味線の方にお願いしてたんですが、今回は琵琶と二胡とあとジャンベを使って、その他鳴り物を使って生の音の中で演じるということが今までとちょっと違った面白みがあると思います。そしてちょっとまだ全部はお話しできないんですけれども、結末がですね、ちょっと寺山修司という一見ギリシャ悲劇のような悲劇的な結末になるように作る予定にしていますので、そちらの方もお楽しみいただけたらなと思ってます。公演スケジュールは8月1日土曜日から8月8日土曜日までで、2日の日曜日が2ステージになります。で、劇場は中島公園シアターズで上演いたします。で、7日と8日の終演後にですね、アフタートークをしたいと思ってるんですけど、そのゲストとして元寺山修司の天井桟敷の劇団員で、今は青森県三沢市の寺山修司記念館の館長をしてらっしゃる佐々木英明さんをお迎えして、まあ、寺山修司と佐々木さんだったり、まあ、佐々木さんの活動だったりっていうようなことをアフタートークでご紹介できればなと思っておりますので、そちらもぜひ。それでそちらの方なんですが、他の日に感激された方でも半券をお持ちいただければアフタートークを聞けるようにしておりますので、ふるってご参加ください。